眼科医の平松です。今日は見えない人が見えるようになるオプトジェネティックス光遺伝子治療についてお話しようと思います。以前もちょっと紹介はさせていただいたんですけども、より詳しくご紹介できればと思うんですね。光遺伝子治療って何なのっていうと、本来だと、視神経視細胞というのが死んでしまった、ダメになってしまった場合って、ものが見えなくなってしまう、全くね、見えなくなってしまうわけですけども、そこに光を感じるチャンネルって言って、なんていうかな、光を感じる時っていうのは、あ、なんか感じたとかじゃなくて、光っていうのが、当たって脱分極とか、なんていうかな、電気信号というのを伝えて、それによって見やすくなってくる、見てくるっていうのがあるわけですね。それっていうのはあるチャンネルっていうところに、そういう信号が伝わって次のところに伝わってみたいな、こういうことをしていくわけですよ。人間の体の中っていうのは、非常に細かい流れの中で、その中でチャンネルロドプシン2というのを発現させるっていう治療が出てきているわけです。これは視細胞がなくなった、つまり完全に見えなくなった後でも新たに光を感じることができるようになる治療で、現実人間にも、使われたという研究があって、実際効果が出ているものになりますと。で、これはどういう治療かっていうと、アデノウイルスベクターですね。他の、お薬、遺伝子治療のお薬もアデノウイルスベクターがあるよっていうのはご紹介したのを覚えている方もいると思います。このアデノウイルスベクターを使って、治療をしていて、今アメリカでは治験中って感じですね。じゃあどんな見え方になるのっていうと、視力が 1.0、2.0 みたいになるところまでは行っていなくて、なんとなくものがあるのがわかるとか、そういうレベル感なんですね。そして一点問題があって、青色しかわからないんですよ。つまり我々って赤とか黄色とか緑とか青とか、いろんなの見てるじゃないですか。その中の青色しか見えないんですよ。なので特殊なフィルターをしたメガネとかをして、で見てもらうとかにしないと、ちょっと世の中見づらいなって感じにはなってしまうんですね。今後青いだけじゃなくて他の色も見えるようなベクターを、開発中ではあるみたいなんだけれども、現状は青だけが見えるってことですね。だからたくさんの色の中の一種類だから、白黒じゃないんだけど、白黒的な世界観で、見えてしまうっていうところがあるわけですね。なので、これっていうのは非常に期待できる治療になってきますね。似たようなものも、国内ではいくつか開発研究もされているので、この光遺伝子治療っていうのは、どういうことなのっていうと、普通遺伝子治療というと遺伝子が異常がある病気、例えば網膜色素変性症、で日本でも遺伝子治療が認可されましたっていうのはご紹介したと思います。ある遺伝子が悪い、じゃあこの遺伝子を治してあげようっていう遺伝子治療、これが分かりやすいですよね。でもこの遺伝子治療っていうのはなかなか難しいものがあるわけなんです。例えばこの遺伝子が悪い、それによって目が悪くなっちゃいました。じゃあこの遺伝子治せば元通りになるかっていうと、遺伝子が悪かったことによって受けたダメージはそのままだったりするんですよ。実際日本で認可された網膜色素変性症のお薬っていうのも、戻すというイメージよりは止めるというイメージの方が、近いお薬になってくるわけなんですよね。つまり遺伝子だけを変えてあげたとしても元に戻るわけではないんですよ。そこがちょっと勘違いしやすいですね。もちろんそういう遺伝子もあるんですけど、あまりそういうのではないと。一方今回みたいに本来違う細胞にある遺伝子を組み込んであげて能力を発現してあげるっていう感じですよね。本来だったら見えない状態の人にある能力を発現させて見えるようにしてあげる、こんな感じのイメージなんですよ。なので目の視細胞がもうダメになっちゃって見えてないのに、チャンネルロドプシン2を発現させることによって、青色という非常に限定された世界ではあるものの見えるようになって、ある研究では
まあ、いわゆるこう歩道あるじゃないですか。で、横断歩道の時ってこうしましまありますよね。あのしましまがあることが分かって歩けたっていうような研究もあるんですよ。それすごくないですか。つまりその人見えてないんですよ。本来は全く見えてない人が横断歩道があってここ渡りゃいいんだなってことが分かるっていうのは結構画期的だと思うんですよ。もちろんその人が本が読めるようになる、ね、テレビが見えるようになる、スマホも読めるようになる、ここまで行けば最高ですが、まあ、残念ながら今そこまでは行ってないんですよね。だから、まあ、なんとなく物体があることが分かるとか、ここを歩けばいいのかなっていうのが分かるとか、まあ、そのレベル感ではあるけれども、これが最初の一歩になるわけです。あくまで今回言ったように青色の、ねものしか感知できてないわけで、まあ、今後、まあ、他の色とかも感知できるようになり、もうちょっと精度が上がり、もうちょっと文字が見えるようになりとかっていう風になっていく可能性があるんですね。その一歩として光遺伝子治療というのを人間にやっていくことによって、まあ、実際これ効くよねってなったら、まあ、見えない人がどんどん治療をする、さらになってくると、まあ、そういう新しい治療を、まあ、やれるよねっていう風になりやすいってことですね。こんな遺伝子治療の使い方って他にもあるんですよ。例えばある特定のお薬を分泌させる、例えば緑内障だと緑内障のようなお薬を分泌するような細胞を作ってあげたりだとか、はたまた神経栄養因子といってね、神経を良くしてあげるような栄養因子を分泌させるような状態に遺伝子的にさせてあげて、そういうのを自然分泌させてあげるっていう風にして目を良くするというような治療っていうのも現在開発されております。開発されてるというのは開発途中って意味ですけどね。だからまだ臨床応用として日本で使えますとかっていうレベル感ではないけれども、そういうのは研究されてるわけですよ。そういうのができてくると、もう例えば目薬しないでそのまま治療が済んじゃうとか、はたまた神経を再生するような因子とか、まあ、そういうのが自然分泌できれば、見えにくくなった人、状態が悪くなった人の回復っていうところも期待ができているわけですよね。まあ、それに関して言うと、今までも論文とか新しい、ね、研究についてご紹介しているのがあるので、まあ、そっちも見ていただければと思います。また、英語圏ね、海外でこういうふうにここまで行きましたとか、日本でこういう状態ですっていうのが随時ある程度出てきたら、皆さんにお伝えしていこうと思います。チャンネル登録とベルマークっていうのを押しとくと、まあそれは見やすいですけど、ちょっとそれだと毎回見るの大変だなって人の場合は、概要欄っていうところにメールマガジンってあります。それを、登録しといていただけると、まあ、今日はこういう動画ですってありますので、まあ、たまに気になる動画だけでもそれで見ていただければと思います。まあ、こんな感じで新しい治療とかね、まだ日本では使えないけどとか、海外では当たり前だよとか、まあ、いろんな新しい治療は紹介してきます。だからこそ、もしあなたが今の目の状態が悪いからといってあんまり失望しないでほしいんです。もちろん主治医はあなたの目はもうダメです、見えないですとか、まあ、なんか厳しいことを言うかもしれない。でもそれは現在の医療ではという限定がつくわけですね。さらなるいい医療というのはどんどん開発されていますので、まあ、ぜひぜひ、こういう YouTube 見ていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。